東アジアアセアン経済研究センターは東アジアの経済統合に資する政策研究及び政策提言活動を実施することを目的として東アジア16カ国の首脳の合意に基づき2008年にインドネシアジャカルタに設立された国際機関であるエリアはアセアン事務局東アジア16カ国の研究機関と密接に連携しながら 経済統合の進化、経済格差の是正、持続的経済発展を主要な3つの柱として、地域の政策研究を行い、東アジアサミットやアセアンサミット、経済閣僚会議等を通じて、各国首脳、閣僚らに対し、政策研究の成果を踏まえた、政策提言を実施するなど、将来の東アジア共同体の構築に向けた知的貢献と、 シェルパ国際機関の機能を果たしている。ペンシルバニア大学が実施している2019年の世界シンクタンクランキング2019グローバル GoTo シンクタンクレポートトップ50インターナショナルエコノミックポリシーシンクタンクスではエリアは国際経済学の分野において世界13位にランキングされている。2007年11月21日に シンガポールで開催された第3回とアジアサミットにおいて、イーズ各国首脳がエリアの正式設立に合意した。2008年6月3日、エリア設立理事会がインドネシアジャカルタのアセアン事務局で開催され、エリアが正式に設立された。2008年12月30日には、アセアン事務局とインドネシア政府間でエリアを 国際機関として位置づける正式合意が成立した。設立の準備には、2006年に、経済産業省からの受託事業の形式で、アジア経済研究所が、東、アジア大の経済省制度の調和に向けた、調査委託事業を担当し、その枠で、参加16カ国の研究機関との会合を行い、エリアの基本構想や研究プロジェクト案を策定した。 法人格獲得前の予算管理や要因派遣のほか、日本側の研究プロジェクト及び他国の研究プロジェクトのコーディネートを同研究所及びジェトロが行った。こうしたエリアへの支援のため、アジア経済研究所とジェトロ本部にまたがる部門としてエリア支援室が設置されている。第3回党アジアサミット議長声明、抜粋私たちは、 アセアン事務局に一時的に設置される東アジアアセアン経済研究センターの設立に合意する。東アジアサミット諸国の戦略的利益に資する研究テーマを扱う専門家グループによる政策提言を歓迎する。専門家グループに対し研究活動を継続するよう奨励し、また、さらなる地域統合、東アジアの連携強化のための実践的な 政策提言を期待する。設立宣言概要を東アジアアセアン経済研究センターは当面の間アセアン事務局に設置される。エリアは独立した研究機関として政策立案プロセスと強固な中体を維持しつつ首脳会合、閣僚会合等における政策ニーズを満たす具体的な政策提言を行う。エリアは高い研究水準を堅持し、 三官学の三者により政策を議論し、さらに市民社会との相互理解を構築する場を提供する。エリアは域内の格差を是正し、発展途上の国における政策立案、研究能力の向上を図る。エリアはアセアン及び東アジア地域の公共財として、経済分野の研究の共通プラットフォームを構築するとと,ともに、世界の優れた、 研究機関や国際機関との協力を促進し、地域の経済統合を世界に向けて開かれたものにする。免税措置その他の外交特権の付与の根拠が確立。第7回党アジアサミット本部最高意思決定機関。16カ国の代表である産、学、官のハイレベル有識者に、アセアン事務総長を加えた17名で構成される。 2009年2月24日、東アジア域内の国にいまする各国を代表する研究機関との MOU が締結。東アジア域内の指導的な学術研究者7名により、構成され、研究成果の評価、研究事業計画への助言を行う。エリアの事業は主に政策研究、政策普及、政策提言に分けられる。経済統合の進化、 経済格差の是正、持続的発展を主要な三つの柱と位置づけ、調査、研究を行っている。貿易、投資促進、インフラ開発、産業開発、経済連携協定、イノベーション、エネルギー、環境問題等、多岐にわたっている。東アジア経済統合に向けたエリアの政策研究として、2010年10月の 第17回アセアンサミットにおいて承認されたアセアン連結制マスタープランと第5回東アジアサミットにおいて承認されたアジア総合開発計画がある。アセアン連結制マスタープランは主にアセアン内のインフラ整備について現状の課題及び将来の戦略、財源及び推進体制について 計画を定めたものであり、エリアはその原案作成作業に深く関与し、現状の課題及び将来の戦略の立案、執筆を支援した。キャドップは、2009年6月の東アジアサミット、共同声明を受けて、策定を開始した。アセアン及びその周辺地域について、最新の経済理論に基づき、地域全体の視点から、インフラ経済効果と、 各地方の特性に応じた経済開発プランを詳細に分析し、さらに695件のインフラ整備プロジェクトにつき優先順位を提案した。んぱく及びキャドップについては、その早急な実施が課題であり、アセアンにおいては、アセアン連結性調整委員会が発足し、んぱくの実施を推進している。んぱくにおいて、エリアは、 世界銀行やアジア開発銀行と並ぶ支援機関として位置づけられており、両計画に挙げられた優先プロジェクトについてフォローアップを実施している。経済統合の進化、エリアは経済統合進化のため地域のビジネス共同体との連携におけるビジネス環境の向上及び貿易、投資の自由化と促進を通じた 政策研究を行い、アセアン経済共同体ブループリントの実行の具体化を加速し、それをさらに具体的、明確かつ適したものにしていくため、アセアン事務局をサポートしていく。さらに、経済状態を評価するためのデータを提供し、マクロ経済地域政策協力を促進する、メカニズムを設立する。経済格差の是正域内のコネクティビティ、 成長の最大化、内需の拡大などを包括的に扱うアプローチにより、経済統合の進化と同時に、経済格差是正を追求する。今年は、様々なインフラ関連計画の実行と、一般大衆向け、特に中小企業に対して、地域統合のメリットをもたらす問題を考える。持続的な経済発展エリアは、地域における、 持続可能な開発を達成するために新たな開発戦略を考え出すための学際的な努力をサポートする。これには輸出に頼らない新たな開発戦略、グリーン開発戦略、地域のエネルギー市場の持続性と予測可能性を向上するための様々な分析活動を考案するような問題を含む、途上国の政策研究能力向上を目的とした、 キャパシティビルディング事業や研究内容の普及と域内の産学館の幅広い関係者の意見交換の促進を目的とした各国においてシンポジウム、セミナー事業を実施している。キャパシティビルディング事業経済統合に必要なリーダーを育成し CLMV およびその他東アジア地域における新興国の発展に必要な知的基盤を確立するには 政策立案者、行政官、研究者及びビジネスマネージャーの幅広い能力の向上が重要である。このため、域内の研究機関との強力なパートナーシップを活用し人材育成事業を引き続き実施する。また、東アジア地域における未来のリーダーのためのスカラシップ事業も継続する。シンポジウムセミナー事業域内における 共同体意識を醸成し、利害関係者からのインプットを求め、エリアの調査研究の理解、普及促進を目的に、セミナー及びシンポジウムを開催する。東アジア域内のほかアメリカ及びヨーロッパなど、域外の先端研究機関とも協力し、各種共同シンポジウムセミナーを開催する。ASEAN サミット、東アジアサミット等の場を活用して、 各国首脳、閣僚を含む政策担当者に対し、政策研究の成果を踏まえた政策提言を行い、東アジア地域の統合に向けた各国の取り組みと政策協調を促している。2012年11月18から20日にかけて、カンボジアプノンペンにて、サミット関連会合が開かれ、エリアは第21回アセアンサミット。 第7回とアジアサミットをはじめとするサミット関連会合に出席し、以下4つの報告書をサミットに提出した。第7回とアジアサミット並びに第21回アセアンサミットの議長声明においては、それぞれ6段落と4段落にわたり、各国首脳はエリアの諸活動についてその貢献を称賛し、とりわけ AEC コミットメントの実現を促進する。 AEC ブループリント中間評価報告書の提言並びに2015年の ASEAN 共同体を実現するためのプノンペンアジェンダを展開するにあたり課題となっている ASEAN の政策に対する重要戦略を定めたプノンペンイニシアティブの提言を評価したまた今後も研究と政策提言を通じて ASEAN 東アジアの首脳会議の活動に対する 継続的な支援を行うエリアを奨励した。その前年2011年11月バリで開催された第6回島アジアサミットでは東アジア総合開発計画の進捗状況を報告。また、エリアは2015年のアセアン経済共同体設立に向けたブループリントの実施状況のフォローアップも行っており、同サミットの関連会合において その進捗報告も言った。2011年11月に開催された第19回アセアンサミットでは、政治安全保障共同体、経済共同体、社会文化共同体の3つの柱にわたって166段落の議長声明を発出したが、この中で、アセアン各国首脳は、エリアの諸活動について6段落において、その貢献を称賛した。また、 11月19日の第6回党アジアサミットの議長声明においても2つの段落でエリアの活動が評価された。今後もエリアは、アセアン事務局及び東アジア各国政府とのさらなる密接な連携及び、域内外の研究機関等の協力を踏まえ、東アジアサミット等の東アジア各国の政策フォーラムに具体的な政策提言を行う。 国際機関として、キャドプやんパックの実施等の東、アジア経済統合に向けた政策研究を実施し、実用的な政策提言を行っていくことが期待されている。ありがとうございます。